はいどうも、世界一ストイックな怠け者、てっけてっけです。ちょっと最近ハマってるのが、早々のフリーレンのアニメを鑑賞してる海外の人を YouTube で鑑賞しながら飲むと、めちゃくちゃ時間のかかる楽しみが一個増えちゃったんですが、昨日それで気づいたら朝4時になってて、はい、その後空眺めたらオリオン座ありました。いや、オリオン座こんな時期に見れるんですね。まさか空からもオリオンちゃんに圧かけられるとは思いませんでしたね。はい、そして今回の動画では、メンテ明けで新キャラはいないんですが、細かい新しい変化がいくつかあるので、そこをざっと見ていきますか。はい、そして毎度おなじみアップギャラリーですね。放置少女に課金するのであればトップクラスに安く 15% 還元で期間限定で課金できるサービスで、その他放置プレイヤーにお得な特典もあるので、こちらのバーコードか概要欄から課金する際はアップギャラリー利用してみてください。まずは施設管理のところから、ドームショップですね。はい、ここに宝石袋が追加されてるってことでしたが、 ありますね。宝石袋2と3と4、あ、4まであるんですね。まあこれ宝石袋っていうのは、例えばレベル2のやつを開けると、まあランダムに1種類ですね、レベル2の宝石がゲットできると。でレベル3の宝石袋の方はランダムに1種類レベル3の宝石で、レベル4の宝石袋は1種類レベル4の宝石が出るという感じで、まあ、あと特性としては、例えばレベル3の宝石ですね、これを2つ用意すれば1つレベル4が作れるということで、まあ、1個上のレベルの宝石を作るためには、まあ、同じレベルの宝石が2個必要であるという立て付けになってるんで、まあ、ドームショップのこの価格の上がり方ですねに関しては、まあ、1個上のレベルに行くためには2個必要って意味で、まあ、倍々ってなってるのは妥当かなと思いますね。まあ、ただ例えばレベル3の宝石袋を2つ開けた時に、同じ宝石がちゃんと2個落ちるかっていうと、落ちる確率はかなり低いので、まあ一発狙いならレベル4の宝石袋狙えばいいのかなと。でまあレベルを下げれば複数種類宝石が出てくるんで、弱い宝石でもいいから狙いの宝石を当てたい場合にはレベル低い方向を開けていくのがいいのかなっていうところですか。あ、ちなみにこの宝石袋ですね、はい、例えばちょっと今100個落としますが、じゃあ100個全部一気に開放しても、物理防御貫通と砲術防御貫通ですねの宝石は落ちない仕組みになってますので、はい、その点ご注意ください。貫通系の宝石欲しい場合には、この宝石袋からは出ないようになってます。まあなんで貫通系の宝石が欲しい場合には、こっちの金の鍵ですね、例えば10個ぐらいちょっとゲットしますが、はい、この金の鍵を使って金の宝箱ですね、開けようとすると中に宝石券ありますんで、まあちょっと確率は 10% とか、まあ、9%、まあ合わせて 19% ですねぐらいと、そこまで高いものではありませんが、まあ、ここにも宝石袋あったりするんで、まあ、ここから開けていって、まあ、宝石券ですねゲットした方が、まあ、貫通系の宝石ですねにとってはいいのかなと。はい、なんなら今これ宝石袋レベル4が2個と宝石券が40枚ですね。なんで2000貢献値使って今宝石袋4ですね2個ゲットしたんで、まあ、これ1600貢献値で2個なんで、それプラスあと宝石券ですね40枚もゲットしたんで、40枚宝石券あるとレベル4もう1個ぐらい作れますね。でそれプラス細々したアイテムもゲットできたりするんで、まあちょっと運にもよりますが、まあ普通に金の鍵とかそっち使った方が、まあ特に貫通系の宝石ですね探してる人にはいいかなと思いますね。あと強化石が買いやすくなったと書いてありましたが、あ、1回に買える量が増えたんですね。まあ昨日まで強化石1個ずつしか買えなかったのが100個単位で売られるようになって、まあ一気に買えるようになったっていう感じですか。まあこれはまあまあ、まあ、これでいいと思います。はい、あと限定特典のところにある椿翡翠ですね。はい、こちら、はい、今回のメンテ明けからパック小とパック大が販売されるということで、これ中見てみたんですが、小の方が999元宝で、椿翡翠1個、覚醒炭5個、高級育成炭10個と、で大の方が 13,999 元宝で、椿翡翠12個、覚醒炭100個、高級育成炭50個ということで販売されてました。まあちょっとちょっと微妙かなっていう感じですね。まあ、今他に椿翡翠が元宝で安定して買える場所がないので、まあ、安定して買える場所を増やしたって意味合いなんでしょうが、一応椿翡翠を元宝で買えるイベントですね、不定期だったり1回きりのものとして、まあ、例えばこの VIP 特権のところにある下の方の VIP ですね、はい、VIP1 なんかで椿翡翠1個だったり、 VIP2 で2個、 VIP3 で5個と、でしかも高速船や船の育成炭なんかがもらえたり、まあ、あと正月とかのイベントなんかで椿翡翠が一気に元宝で買えるイベントなんかが来るんですが、ちょっとそこら辺と比較していきますか。はい、そうするとこちらですね、今回の椿翡翠ショート大、まあ、2つラインナップとして新たに追加されましたが、こちらの価格が999元宝と 13,999 元宝で売られてて、それぞれ椿翡翠がもらえる量ですねっていうのをここに列として書いてあって、まあ、999元宝のやつは1個、 13,999 元宝のやつは12個になってますが、まあ、さっきの VIP1 から VIP3 ですね、まずはの人が一定期間に1回だけ買える椿翡翠ですねに関しては、なんと VIP1 ですね200元宝で椿翡翠1個を買えちゃうんですね。あ、ちょっと5倍ぐらい差があるんですよね。まあ、ただし VIP1 から買えるのはリセットされるまで1回だけということで、まあ、頻繁には買えないんですが、まあ、それプラス高級育成炭も20個と、まあ、倍ぐらいもらえているということで、はい、その他にも VIP2 や VIP3 ですね、それぞれ500元宝や1000元宝で椿翡翠2個や5個ということで、まあ、その他にも潜入育成炭や高級育成炭50個、まあ、すごい量ですね。あと高速戦闘券10時間券が1枚だとか5時間券が2枚
なんかがもらえると。はい、であとは正月とかのイベントですね、6899元宝で椿翡翠20個とあと5時間高速戦闘券1枚と、まあ、それと福すくい闇っていう、まあ、ガチャ券になるチケットですねの元のアイテムなんかがもらえるイベントがありますが、まあ、こちらもかなり椿翡翠元宝でゲットするには効率がよく、はい、それぞれこの今説明したアイテムですね、まあ、いろんなアイテムもらえますが、その全アイテムを元宝価値に換算するとこうなります。はい、まあ、例えば正月イベントなんかで買える6899元宝で20個の椿翡翠と5時間高速戦闘券であれば、この2種類のアイテムの価値ですね、合計すると3万125元宝の価値があると。まあ、椿翡翠1個あたり1500元宝ぐらいの価値で換算してます。で、5時間高速戦闘券は125元宝の価値なんで、はい、合わせて3万125元宝の価値と。で、椿翡翠のみの価値で見た場合には、まあ、125元宝高速戦闘券分が引かれて3万元宝の価値ということで、わずか6899元宝で約3万元宝の価値のものが買えますよっていう風な見方をすると、まあ、大体 4.35 倍ぐらいお得に買えますってことですね。そういう見方でいうと VIP1 から3ですね、どれも6倍以上の価値換算になっており、細々したアイテムなんかも入れるとさらに価値がズンと上がりますね。千両育成炭もらえるとかやばいですもんね。千元宝で50個、化け物ですね。叩き売りすぎですね。はい、それに対して、まあ、今回の限定特典のところでの販売に関しては、まあ、今ここにあるアイテムですねっていうのを元宝価値換算しても、まあ、そこまで売り値と大きく乖離してないってことで、まあ 1.3 倍から 1.5 倍ぐらいで、さらにまあ椿翡翠使わないで、まあ、椿翡翠で本来ゲットできる UR1000 だとか UR の副賞ちゃんですね、を椿翡翠を使わず元宝でガチャを普通に回した場合ですね、まあ、今7日間無料で回した後最後3回ですね、元宝を未然に切って回すことがキャラガチャでできますが、まあ、特に綺麗多彩みたいなアバガチャですねであればガチャ最終日ですね、まあ、割引券なんかが潤沢にある人は1回240元宝で、まあ、3回分回せば5絆ゲットできるというような感じになってて、まあ、5絆っていうのは椿翡翠1個分の価値なんで、要は720元宝を使えば椿翡翠1個分の価値のことができますよというふうな計算で見ると、普通に綺麗多彩ガチャなんかを最終日に3回割引券を使いながら回した方が効率としては勝ってますよという形になってしまうので、まあ、基本的には私はここの特典のとこですねから椿翡翠賞や台は集めていかないかなと思ってますね。まあ、そんなにめちゃくちゃ悪いってわけではないんですけどね、賞の方なんかは。で、またいつもながらですが、なんで台の方がたくさん元宝を支払ってるのに効率落ちるんですかねもう放置書状あるあるですけど、まあ、急いで集めたい人はその分割高になりますよっていう思想なんですよね、放置書状さんは。はい、として、まあ、今回のこの椿翡翠賞や台の導入に関しては、安いというよりは、まあ、シンプルに椿翡翠を元宝で集められる場所が増えましたよっていうような趣旨のものなので、まあ、お得だから買ってねっていうようなものではなさそうですね。まあ、基本的にはこの紅翡翠交換のとこなんかで月に2回ですね集められるんで、まあ、こっちで無美課金の方はちびちび集めるのがいいかなと思います。はい、あとですね、今回メンテ焼きからまさかのここ、まあ、花嫁ショップの変更があるって書いてあったんですが、その変更内容がこちらですね、俵トータ、卑弥呼、小王、ハンニバルですね、この4体と、あとアウグスだったり予選、はい、その他にも安倍の生命や毘沙門天、妖遊記浅井長政なんかも常設じゃなかったと思いますね。いや、ていうか、まあ、カエサルネロとかここも常設じゃなかったっぽいし、うん、かぐや王戦も、あ、コキビもいますね、上泉信綱も、はい、あと長孔明ちゃんだったり、あ、ダッキも、あ、ダッキは常設か、もともと。純優ももともと常設ですね。あ、で、出雲の奥にも常設なんで、ここ、純優ちゃんまでですかね。あ、と思ったら、リュウビちゃんとかもいますね。これ今交換できるんですよね。あ、できますね。はい、ということで、ちょっと常設がめちゃくちゃ増えたと、はい、いう形になってるんで、いや、これはナイス。まあ、特に常設で、パッと強くなれるキャラクターですね。卑弥呼とかアウグスとか、まあ、ここら辺、あと、タワラトタとか、ここら辺結婚化するとめちゃくちゃ強くなるんで、まあ、これがいつでも手出せるのいいですね。MR 持ってる人からしたら。と、ショウやハンニバルなんかも結婚化で結構化けるキャラクターなんで、まあ、特にショウはめちゃくちゃタフになるんで、いや、これいつでも変えるのありがたいですね。はい、まあ、どのキャラクターが結婚化で優秀になるかは、こちらの動画で話していたりするので、ぜひ見てみてください。いや、これナイスですね。はい、そして最後にこちらですね。はい、白バフ特殊状態に、多門島の次ですね、ツバメ返しが新たに追加されているということで、白バフ、また新特殊状態来ましたね、ネタバレ。で、一応中身は非ダメージ軽減、まあ、硬くなって、で、HP 吸収が上がって、物理回心ダメージ増加。いや、めちゃくちゃ攻撃的ですね。で、状態性増加と。パッと見た感じ、硬くなりながら火力を上げて、で、デバフにはなりづらくなった上で HP 吸収するんで、流血なんかも、まあ、効かなくなった上で、反射が強いキャラクターも殴れますよみたいな、まあ、火力ご利用し系アタッカー、まあ、クリティカルにめちゃくちゃ頼ってるんで、結構火力も強いかなって気がしますね。が来る気がしますが、もうツバメ返しって、佐々木小次郎ですよね。はい、こちら UR1000 の佐々木小次郎、はい、もうスキル名にツバメ入ってますもんね、すでに。がもしかしたら次ですね、
近々エマルを暴かせるんじゃないかと勝手に予想したいと思います。でまあ小次郎ちゃん自体のスキルは敵6名に対して範囲攻撃をしながら、クリティカルが出たら1回追加攻撃して箱をつけに行くというような箱をばらまきキャラクターだったんで、まあちょっと服部半蔵みたいな立ち回りができるキャラクターなんですよね。で自分の HP が 50% より高い場合クリ率 60% アップで、まあクリティカルも出せるんで、まあさっきの物理回心ダメージと相性良さそうですね。でスキル2の方は 600% の6回攻撃で敵に箱があるとダメージ倍で、自分の HP が 50% より低いとクリ率 60% アップと、まあ、こっちもクリティカル連撃を狙うようなスキルになってて、まあ、かなり攻撃的なキャラクターでしたが、まあ、正直 UR 戦の自体はそこまで火力も高くなく、箱ばらまきの方も服部半蔵で別にいいやみたいなね人がかなり多かった印象ですね。はい、これが MR アバカでどう化けるか、まあ、半蔵が夢中に隠れて戦うキャラクターに忍者らしくなったんで、まあ、佐々木小次郎は忍者じゃないんで、もうゴリゴリ表に出て戦うタイプにちょっと分岐してほしいですね。まあ、わざわざ状態性上げながら HP 吸収も入れてるんで、まあ、反射キャラにめちゃくちゃ強い武将とかになってくれると、まあ、今武将でタンク突破するのかなり難しいんで、いい位置づけのキャラクターになるかなと思うんで、はい、ちょっと今回テケテケスキル予想としてはタンクに対して剥がれない流血をつけながら即殺連撃をするキャラクターになると予想したいと思います。まあ、ちょっと即殺連撃は秀吉さんのために取っておきたかった気がしますが、なんか時流的に今来てもおかしくないなと勝手に思いました。あとして、まあ、佐々木小次郎自体が来るかどうかも怪しいですが、全然違うキャラの可能性ありますからね、楽しみに待ってますか。最後までご視聴いただきありがとうございました。